日本周辺海域の防衛など多様な任務に対応する最新の護衛艦が玉野市の造船所で完成し、今日防衛省に引き渡されました。三菱重工が防衛省に引き渡したのは護衛艦熊野です。全長およそ133メートル、幅およそ16メートルで、2019年から建造していました。引き渡し式には関係者およそ100人が出席し、鬼木誠防衛副大臣に引き渡しの書類が手渡された後、海上自衛隊の隊員が乗り込み、自衛艦旗が掲げられました。建造費用は年内に収益予定の護衛艦もがみと合わせて1055億円です。艦内機器の自動化などを進めた結果、乗組員はおよそ90人とこれまでの護衛艦の半分程度で運航できるということです。熊野は神奈川県の横須賀基地に配備されます。横須賀